フラットアース好きの間ではかなり有名な人物として中村幸三さんっていう方がいらっしゃるんですけど、この方が最近凱旋活動っていうのを始めたんですよね。で、まあその経緯もかなり面白かったんですけど、で、僕はとんでもない行動をし始めたなとこう思っていて、すごい勢いだぞと、ちょっと不安になるというか、この人このままこんな勢いでやってて大丈夫なのかっていうのが最初ちょっとあったんですけど、まだずっと凱旋活動を続けてるんですよね。この中村幸三さんという方は、フラットアーサーっていうことを名乗ってるだけあって、フラットアースの情報を普段は発信したりしてるんですけど、この凱旋活動ではいろいろなテーマで話されるんですよ。それが、どれもすごく面白いんですよね。あ、この人天才やなと。なんて言うんですかね。こう、見方が180度変わったというか、すごくテンションの高い変な人やなっていう感じで思っていたんですけど、ああ、違うたと。この人天才やったわっていう感じになったっていうんですかね。これは面白いと。この凱旋で喋ってることっていうんですかね。賢いと。僕から見たらなんですけど、まあ中村幸三さんは自分がそんなに賢い人間じゃないから、コンビニのバイトすらできないんだっていうふうなこともおっしゃってるんですけど、いやいやいやと、すごいなと。僕から比べたら、これなんでこんないろんな知識の話を、こんないろんなテーマっていうんですかね、すごくわかりやすく、こう喋れるのかと。ものすごい知識豊富だし、この表現力がもうすごく面白いんですよね。だから、この勢いでこれ続けていって本当に大丈夫なのかっていう心配はやはりあるんですけど、あ、すごいなと、改めて思いました。まあ最新の凱旋の動画では、労働者の話をされてたんですけど、それでコンビニでなぜ日本人が働かないのかっていう話っていうんですかね、そういうような、テーマというか、でも喋ってたんですけど、なるほどと。日本人がやりたがらないっていうより、自信がないと、中村さん自身はおっしゃってたんですよね。あんな難しいことできひんと。僕もできひんだと思ってたんですよ。このコンビニっていう仕事は大変やぞと、こう、傍から見てっていうんですかね。いろいろあるんですよね。しかし、まあ、僕の地域ではまだコンビニの店員さんが外国の人っていうのは、そこまで多くはないんですけど、それ優秀な人じゃないとできひんよなと。だから優秀な人がこう来てるんだと、こういう話だったんですよね。そういう外国人労働者の今回はテーマだったんですけど、その前は何て言うんですかね、太陽光パネルとかがいかに環境を破壊しているかみたいな話とか、なんかどれもすごく面白いんですよね。まあ、何て言うんですかね、もう地頭がいいっていう感じなんですかね。だから、こんなん、なかなかできひんでと、こう、中村幸三さんを批判的に捉えてる人、結構いらっしゃるんですけど、これできますかと、この人のやってることっていうか、そんな知識ありますかっていう、そんな風に、街頭で喋れますかと、人前でと。やっぱすごいなと思いました。これから、こう、どうなっていくのか。このフラットアースっていう、とんでもない話というか、この入り口がもう、あ、頭おかしいやつやと。そうなってしまうんですよね。どうしてもフラットアースとか言い出すと。だから、なんて言うんですかね。あ、この人 面白いというか天才やなと。で、この中村幸三さんが凱旋活動をしたらいいんじゃないかっていうことを見抜いた、ロシアのエンドゥさんですよね。僕はエンドゥさんが、幸三さんを洗脳したぞ、これは、と最初はちょっと危惧していたんですけど、この遠藤さんもすごい神がかってますよね。中村幸三さんがこういうことできるっていうことを分かっていたっていうことなんでしょう。僕はこんないろんなテーマで喋り出すとは思っていなかったので、フラットアースの話っていう凱旋でやってもすぐ尽きるんじゃないかと思っていたんですけど、いろんなテーマで面白い話ができるという、すごい才能、ものすごい才能だったんですけど、その才能自体に中村幸三さんも気づいてなかったところを、遠藤さんが気づいて助言すると。
なんかすごいコンビネーションプレイというか、うわ、すごいなと。どういうこと？みたいな。なんでそんなわかった？みたいな。なんかそういう面白いシーンがあるというか、このフラットアースっていうのは、世の中がひっくり返るっていう話題っていうだけでなく、その周辺にいる人物もすごく面白いんですよね。個性があるというか、天才的っていうんですかね。だから僕は好きなんですけど、普通の一般的にはすごく白い目で見られる 世界観だと思うんですよね。その辺がまだ理解が広まっていないというか、そういうことをいろいろ思う中村幸三さんの凱旋の感想でした。すごい人だなと思いました。以上、芸術をぶっ壊す。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。